戦士ヨーロッパでは、戦士時代のヨーロッパについて、その概略を述べる。アルタミラ洞窟壁画ビレンドルフの、ビーナスヨーロッパ地域に残る、人類遺跡のうち最も古いものは、グルジア共和国に位置するドマニシ遺跡である。ドマニシ遺跡からはおよそ180万年前に、遡る原人の人骨や、オルドワンの石器インダストリーに類似した、打声石器が出土した。また、 ブルガリアのコザルニカ洞窟からは、約140万年前のものとみられる人の活動痕跡が確認されている。西ヨーロッパの初期人類遺跡としては、スペインのアタプエルカにあるグランドリナ遺跡が著名であり、約90万年前の時期に推定される原人の上、雁骨が発見されている。前期旧石器時代の後半になると、ホモイコールハイデルベルゲンシスの痕跡が、 ヨーロッパだけではなく、アジアアフリカの幅広い地域で分布するようになる。1908年に、ドイツハイデルベルク近郊で、初めて発見されたことからその名を付けられた、この原人は、ホモ族の進化系統から、ホモイコールネアンデルタレンシスが分岐する直前、もしくは、分岐直後の原生人類よりに位置すると考えられて、おり、 それまでの原人に比べると増大した、農用量や平坦な顔の作りをしていたとされている。ムスティエ文化の石器中期旧石器時代になると、ホモ・ハイデルベルゲンシスと強い類縁関係を持つ、旧人、ホモイコール・ネアンデルタレンシスが、ヨーロッパ各地に伝播し、おおよそ60万年前から4万年前の間に、かけて、ムスティエ文化と呼ばれる、旧石器文化を反映させる。 ルバロワ技法による白変石器を用い、死体の埋葬などの儀礼行為を行ったとされている。このネアンデルタール人と原生人類との関係については、近年まではほとんど交雑することがなかったとする説が一般的であった。しかし21世紀以降には、化石人類のゲノム分析研究が進んだことによって、現代人の持つ、 遺伝子情報のうち数パーセントは、ネアンデルタール人に由来することが明らかとなった。ムスティエ文化の主要な遺跡としては、フランスドルドーニュ県のムスティエ遺跡、クロアチアのクラピナ遺跡、イギリスのオーフォーク州のリンファード・クオリなどがある。オーリニャック文化の分布図高気球石器文化の主な担い手は、原生人類である、ホモイコールサピエンスイコールサピエンスである。 ヨーロッパにおいて、原生人類による、考古学的文化のうち最も初期のものに、オーリニャック文化がある。およそ4万2000から3万2000年前に、ヨーロッパ南部で栄え、白変の多様で知られる。また、オーリニャック文化に後続する時期には、ロシア平原クリミア山が脈付近を中心として、戦闘機を多数出土することで知られるグラベット文化が、栄えた。 この時代には、オーリニャック文化、グラベット文化問わず、女性像が多く制作されたこともまた特筆に値する。世界最古の女性像とされるホーレフェルスの例をはじめ、オーストリアのガルケンベルク、ロシア平原のコスチェンキ、ガガリーのアブデーボ一石がそれぞれ女性像を出土したことで知られている。3万年前のチェコや3万5千年前のベルギーの人骨から、 ハプログループ C1A2 が検出されており、このタイプがヨーロッパで最古層の集団と考えられる。オーストリアのビレンドルフでは24000年から22000前のものと推定される著名なビーナス像が発見されている。後期旧石器時代の末期にはフランスを中心とする西ヨーロッパ一帯にマドレーヌ文化を担う人々が拡散した。 オーリニャック文化を母体としたと推定されている。この文化は別名マグダレン文化とも呼ばれる。石器蘇生は石人を主体としたほか、洞窟壁画などの精神活動の痕跡でもよく知られており、ラスコーやアルタミラなどの著名な洞窟壁画が多数このオーリニャックマドレーヌ文化期に描かれている。この頃のヨーロッパはハプログループ I に属すクロマニョン人が分布していた。 北から見た、ストーンヘンジ西アジア地域における農耕の起源は、レバント地方の中石器文化である、ナトゥフ文化から展開した一連の先き新石器文化であるとされている。1970年代のシリア・サドコにおける、ダム工事に伴う発掘調査によって、ナトゥフ文化から、麦農耕、ヤギ羊牧畜を伴う PPNB 期までの文化系統の推移が、 明らかになった。また、西アジアにおける土器の起源もこの地域であるとされている。この、レバントの麦農耕が、メソポタミア文明を経由して、おおよそ9000年前にレバントと類似した気候を有する、地中海のバルカン半島に伝わり、ヨーロッパ各地に伝播することとなる。オーストラリアの考古学者、ゴードン・チャイルドは、西アジアで成立した農耕新石器文化が、 各地に広まって、技術、制御、社会に大きな変革をもたらしたことを、新石器革命と表現した。この、ヨーロッパにおける、新石器革命の伝播ルートをめぐっては、今なお盛んな議論がなされている。初期農耕時代の考古学文化では、ディミニドキなどで知られ、大麦や、果樹の農耕牛豚などの牧畜を行った、紀元前5000年頃のセスクロ文化や、 新石器時代末から青銅器時代にかけ、ヨーロッパ各地に分布した金城、ビーカー文化などが主要なものとして挙げられる。イギリスにある著名な巨石記念物、ストーンヘンジの成立も新石器時代まで遡れるだろうと推測されるが、その目的も含め詳細には諸説ある。この時代の人々について、個人骨からその遺伝子が明らかになってきた。 それによれば、ヨーロッパに農耕をもたらし、巨石文化を担ったのは、ハプログループ G に R である。加えて、先住の狩猟最終形、ハプログループ I も依然多数発見されており、農耕と巨石文明を受け入れていったものと考えられる。また、新石器時代には現在ヨーロッパ人口の圧倒的多数を占めるインドヨーロッパ語族がヨーロッパに移動してきたとされている。 しかしその具体的なルートについては未だ議論が続いており、約6000年前にクルガンと呼ばれる、紛糾母の習慣を持った、陰オゴ系の騎馬民族が、国会北岸からヨーロッパに到来したとする、クルガン仮説や、アナトリア半島の農耕民が、約8000年前に投稿したとする、アナトリア仮説などが、有力視されているものの、共に定説にまでは至っていない。なお、 ヨーロッパ西部における本格的なインドヨーロッパ系民族の到達は青銅器時代になってからである。ヨーロッパにおける青銅器の使用は紀元前3000年頃のバルカン半島、特に英ゲ海沿岸地帯から始まり、そこから数千年かけて西ヨーロッパに広がっていったとされる。農耕と同じように西アジアから伝播した 青銅機の使用は交通の発達や遠隔地貿易の促進を契機づけ、都市的な集中生活を開始するきっかけとなったことから、チャイルドは青銅機の普及による社会構造の劇的な変化を都市革命と表現している。また、エーゲ海沿岸で繁栄した一連の青銅機文明をエーゲ文明と呼ぶ。エーゲ文明には、キクラデス文明、クレタ文明、 トロイア文明が含まれる。これらの文明では、千文字 A、千文字 B といった文字が残されており、考古学だけではなく、文献史学の方面からも研究が進められている。ヨーロッパ西部における、青銅器時代の主要な考古学的文化としては、ポーランドのルサチア文化、北欧青銅器文化などが知られている。なおこの頃までには、イベリア半島には、 ハプログループ R1 ビットに属す人々が到達しており、インドヨーロッパ語族の拡散もほぼヨーロッパ全土に至っていたと考えられる。ありがとうございます。